こんにちは、いつか公開のコーナーでございます。タカさんね、いや本当になんか受け取る力が強いなと思いました。やっぱこうタカさんは私から見て熟成な側面もあるし、片っぽではまあ尊敬するね YouTuber でもあるんで、まあ、結構こう距離のつかみ方っていうのが私なりにちょっとね、慎重になってるところがあるんですけども、まあでもね、とは言っても、なんか進化とか成長につながって、それが売り上げにつながるなら、これは塾長としてね、忖度なく伝えていかないといけないなというところで、まあ言葉の端々にもしかしたらね、こう心にグッとくるものがあるかもしれませんけども、そこはあの愛情ある、まあ、パンチだと思って受け止めていただければと思います。今回みたいに学んだことが多かったように思えるっていうふうに書いてくださるってことは、ちょっとカッコつけて言えばね、私がそれを書かしてるんですよね。いや一番学んだことが多かったでしょ、どうでしょうかってメッセージをこの動画のやり取りの中にいっぱい込めていたんで、それをねタカさんが書いてくれたってことはすごい、かなりこのキャッチボールというか信頼関係が出来上がってきたんじゃないかなと思います。多分この返信、次の返信にはこれは書いてくれるんじゃないかなと思ったものがこう書かれてくるっていうのは本当感動ですよね。ですので今回もこの補足動画をね、いつか公開のこのページに込めて先にお取りしております。まだだからね212は見てないんですよ。で自分の実力に見合った結果が出る、でも自分の実力以上のアクションっていうのは日々やっていかないといけないですよね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかねこう気がついたり発見があったりとか変わっていったりとかね、もっとやらないといけんな、頑張っていかないといけないなっていうふうに思っていただく心の変化を与えるのが、まあ、私の目的ですから、それを受け取っていただいたら、まあ、一歩ねまた私としても投げたものが間違っていなかったなというふうに感じるばかりでございます。タカさんの向こうには奥さんと小学生のお子さんいらっしゃるじゃないですか。だからそこに対しても私は責任ある発信をしていかないとなと思ってるんですよ。でこれってのはタカさんも実はね、視聴者さん一人で終わるわけじゃなくて、視聴者さんの向こうに何十人もの人がいるってことをね、やっぱこう刻みながら放送していただければなと思います。本当に YouTuber って単なる流行りとかノリじゃなくって、報道する責任をね、人それぞれ抱えてると思うんですよ。まあそれを押し付けるもんではありませんけども、面白かったじゃあねとか雑談で済まされるレベルじゃないですからね。まあ中にはねそうやってこう遊んでる人もいると思いますけども、私たちはそうじゃないんで、遊んでる人は遊んでる人でほっといて、私たちはこれであれですよね、死んでももぎ取ってこないといけないわけですからね。家族を養う家でも米の一粒まで YouTube で稼いでるわけなんですよ。水の一滴まで YouTube で稼いでるわけなんですよ。だからそこの重さですよね、やっぱりね。世界一の企業とやり取りさせてもらってるという。YouTube の社員に今日でも入れるような意識と実力は、まあ、つけといてもいいのかなと思いますよね。はい。マインドセットでございました。で、新しいマーケットは本当に簡単にできればできるほど他の人が真似てすぐに飽和してダメになるんですよ。だから速金性ビジネスってあるでしょ。あれ本当にあるんですよ、速金性ビジネス。だけど速金性ビジネスが私たちの耳に入ってくる頃にはもう速金性ビジネスを飽和していて使えなくなってるんですよ。だからネタとしてあるだけなんですよね。もう10年も前のことですけども、速価塾の方にすごくいい案件が来たのがありました。それはね、当時 PHS の交換機っていうのがあったんですけども、その交換機を家に置くって仕事なんですよ。初期費用かかんないんですよ。それ家に置くと毎月3万入ってくるんですよ。置くだけなんですよね。だからすぐに希望者が出るでしょ。でその仕組みっていうのがどん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 低価格化していって、過剰競争していって、もうねその仕組みがいらなくなっちゃったんですよ。だからあっという間にその仕組みっていうのは消えちゃったんですよ。まあ初期費用をそこに取れば胴元は稼げたんでしょうけども、やっぱりこう PHS の基地局っていうのは当時終わりに向かってましたから、まあやっぱね何年も続くもんじゃないってことで、善意ある人が初期費用かけずに皆さんに提供してくれたってことで、まあ情報を扱ってる私たちのところにはね結構早い段階に入ってきたんですけども、それでも最後の尻尾をつかむぐらいが精一杯だったんですよね。今回行動して知ることがたくさん書いてあったということを繰り返し書いてあるんでね、本当に自分で体験しなければ一生学べない気がしますと。この一生学べないことの連続なんですよ。で一生学べないことが毎日毎時間あるのが当たり前の人生なんですけども、なんかね5年10年過ぎてきても何を学んできたんだろうみたいな人はやっぱりいるんですよ。でそういう人はちょっとお気の毒と言うしかなくって、私たちはそういう人ではないってことなんですよね。どんなことからも学ぶし、どんなことからも成長進化して、
その時悔しい思いもすると思いますよ、それだけ、やっていればね。でもその悔しい思いすらプレゼントなんですよ、うん、そういうところを避けずにして、その無傷にして成功はありえないですしね。まあ時には片手片足をね失うぐらいのことをしても、うん、お釣りが来る人生を送ってると思いますよ。だからね、まあ、これはね、漫画怪獣の言葉の中に出てくるんですけどね、もうちょっと命は粗末に使わなければダメだっていうわけなんですよ、うん、まさにね。それはね、別に死を賛美するわけではないんですけども、生きるってことは瞬間瞬間全身全霊をかけてるわけじゃないですか。なんとなくこう過ごしてるわけじゃなくてね、明確な意思を持って未来を選択してるわけなんですよ。なんとなくそうなっちゃったとか、これしか選ぶことがなかったっていうのはもうその人の怠慢であって、すぐにそういう人はちょっと待ってって言うんですよ。ちょっと待ってって繰り返すんですよね。ちょっと待ってって言って待ってくれる人っていうのはお母さんぐらいですよ。ね、待ってくんないですよ。いや、お母さんだって待ってくんないですよね。ちょっと待ってって。3歳、5歳の子供じゃないんでね。ちょっと待ってって言って待ってくれる人がいるほどこの世の中はお人よしではありませんから。そんなね、ちょっと待ってっていうのは白旗と同じですから。そうではなくて、2手先、3手先をもう行かなくてはならないというのは何度もお伝えしたことなんですけどもね。もう今のうちにも来年、再来年、それこそ来年の、ね、クリスマスセールのことを考えてるぐらいじゃないといけないですよね。というところで、明日はクリスマスイブでございますけど、クリスマスには一番でかい売り上げが来るのがビジネスマンでございます。どうでしょうか。年末年始もありますけどね。ポータルサイトの動画もいただきましてありがとうございました。じゃあ今回のいつか公開は来年のいつか公開いたします。補足動画を先にお送りします。